プランクだけやってるというのは、まあ、筋肉の収縮進展がない、アイソメトリックスというのは負荷が増やせないと、うん、腹筋を割ることができないという理由になるかと思います。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は腹筋について、はい、ということなんですけれども、まあ、腹筋すごい毎日頑張ってるのになかなか割れないという方結構多いと思います、うん、まあ、腹筋頑張ってるのになぜなかなか割れてこないのか、その原因と対策について今回は紹介をしていきたいと思います。はい、では初心者の方の腹筋と言いますと、はい、どんなやり方が多いですかね。結構ですね、いろんな人に聞いてみると、はい、共通している特徴が見受けられたので、はい、今日いくつかちょっと紹介したいと思います。まず一つ目は、もう先生が先ほど言っていただいた毎日腹筋やってるという。毎日腹筋やるっていうのは結構中学高校の部活動でみんなやってたんじゃないですかね。はい、まあ、毎日部活動で結構ウォームアップとかで腹筋やってたけれども、うん、じゃあみんな腹筋すごかったかっていうとそういうことはない。はい、じゃあどういうことかというと、毎日腹筋やる、逆に言うと毎日腹筋をやれる、うん、毎日やれるっていうのはどういうことかというと、ちゃんと腹筋に効いてないんです。うん、例えば毎日スクワットとなかなかできないですよね。嫌です。それは腹筋が毎日できるというのはちゃんと腹筋に効いていないから。おそらくですね、部活動とかでやる腹筋って腹筋ではなくてもう全身運動、全身に負荷を分散させて楽に上げてしまうというようなやり方なんですね。はい、これだと、まあ、もちろん腹筋じゃなくて全身に負荷が分散してしまう、はい、これが一番いけない。これが、まあ、例えばですね、週1回だけっていうと腹筋に集中しようと思うんですけど、はい、毎日やるっていうことになると、もうそこで脳がですね、うん、腹筋に効かせることを拒否しちゃう、それでかえって腹筋に来ないということになるかと思います。そして2つ目なんですけど、これはちょっと種目でよくですね、腹筋が割れてない人とか大きくないなっていう人が、大体ジムに行くとこの腹筋やってるんだよなっていうのがプランクですね。プランクをですね、腹筋に入れていいのかどうかっていうのもちょっと一つの問題ではあるんですけれども、うん、まあ、いわゆるコア体幹のトレーニングっていうことでかなり前に流行ったことはあるんですけど、腹筋のトレーニングかというと、もう筋肉の収縮進展がないんですよね、うん、ずっと同じ長さ、まあ、いわゆるアイソメトリックス、はい、足でいうと例えば空気椅子、うん、ずっと空気椅子をやっていて足が太くなるかっていうのはまだならない。プランクについても同じことなんですね。でプランクってまあ大体、まあ、上になんか乗っけたりとかっていうことはありますけれども、はい、普通は皆さん自重、うん、自重でやっているだけですので負荷が伸ばさない、うん、ずっと同じ負荷、毎日同じ負荷でやっても、まあ、筋肉のオーバーロードの限界がありますから、それでは伸びないと、うん、ですので、まあ、プランクだけやってるというのは、まあ、筋肉の収縮進展がない、アイソメトリックスと、はい、ということと、あと負荷が増やせないということから、うん、なかなかですね、腹筋を割ることができないという理由になるかと思います。はい、3つ目なんですけども、これはまあジムに行ってる人よりは多分自宅でダイエットをやっているようなダイエッターの方に多いと思います。腹筋運動だけしかやらない。そうですね、まあ、腹筋運動によって確かに腹筋は鍛えられるんですけれども、はい、脂肪が乗ってたら意味がない、うん、いかに体脂肪を落としていくか、はい、落とさないと腹筋のが割れて見えてはきませんので、はい、そのためには全身をですね、まあ、全身じゃなくてもいいので腹筋以外に何か他の種目をやって、うん、しっかりと体脂肪を燃焼する、はい、腹筋と他の、まあ、スクワットとかデッドとかプッシュアップとかでもいいんですけれども、何か追加する、はい、腹筋だけだとあんまりカロリーが使われない、体脂肪の燃焼も起こらないということになりますので、はい、腹筋プラスアルファ何かをやる、あとは食事にもちゃんと気を使って体脂肪を落とさないと腹筋は見えてきません。ぜひ全身のトレーニング、特にあの自宅トレーニングの方は、つい最近コラボしたバルクスの女性社員の方の足トレをね紹介してます。これ自宅でもできるようなやつなんで、もしよかったら概要欄多分載ってますので見てください。では4つ目です。今脂肪を減らさないと腹筋割れないよっていう話をしていただきましたので、となると食事を一切計画的にやっていない方、まあ、もちろん腹筋がすごい発達したら、うん、例えばプロレスラーとか体脂肪を乗ってるけど割れては見えます、はい、そうですね。でもそこまで行くのはかなりきつい、大変です、はい、ですのでやっぱりちゃんと食事に気を使って体脂肪を落としていくことが大事だということになりますので、ちゃんとダイエットですね、はい、現在の体脂肪率がもし 15% を超えてしまっているような人の場合は、
ダイエットしないとなかなか腹筋が見えてくるっていうわけにはいかない。例えば 12% ぐらいになればこんなに腹筋バリバリに強くなくてもちょっとは割れてみる、うん、ということになりますので、まあ、もちろん腹筋鍛えることも大事ですし、はい、ダイエットで体脂肪を落とすことも大事だということですね。ありがとうございます。ちなみに先生今多分 15% は男性の目安だと思うんですけど、女性の方の場合だと大体何パーぐらいなんですかね。女性の場合だとですね 20% 切って腹筋をちゃんと鍛えていればある程度見えてくるはずです、うん、まあ、そんなボコボコとかいうのではなくて、女性の場合普通の方は例えばこの縦線が出ればいいかなっていうような方の、はい、うん、が多いと思うんですけれども 20% を切れば縦線が見えてくるくらいには、うん、結構じゃあ女性の方が大変かもしれないですね。まあ男性の方がやっぱり体脂肪を落とすのは楽っていうのもありますので、うん、女性はなかなか難しいかもしれないです、はい、ちょっと。さあそして最後ですね、本当に1週間2週間全力で頑張ればすぐに縮みます、竹下雄平さんみたいなボコボコバキバキの腹筋になると思って期待してしまっている方が多い、うん、これは先生実際どのぐらい期間をかければ一般の方でもある程度平均的に腹筋バキバキまで持っていけるもんなんですか。その人の体脂肪率にもよるとは思うんですけれども、うん、普通のですね、まあ、一般的な体脂肪率の人が腹筋をちゃんと割るということでしたら、はい、3ヶ月から半年は見たいですね。1ヶ月だとまあダイエットである程度見えてはきますけれども、はい、筋肉量はなかなか1ヶ月だと増えませんので、うん、まあ、3ヶ月から半年は見て、はい、気長に、まあ、3ヶ月から半年というのはそんなに気長ということでもないかなと思うんですけれども、うん、まあ、例えば来年の夏に向けて、はい、まあ、これから1年弱かけてやっていけば間違いなく腹筋は来年の夏には割れるということです、うん、来年頑張りたい方はもう始める意識を持ってください。最後にこの動画の後半でじゃあ種目の話がありましたので、プランクがダメだったらどんな腹筋だったらいいのかの先生最後解説をお願いしたいと思います。そうですね、まあ、腹筋運動いろいろありますけれども、はい、まあ、大きく2つに分けて、はい、頭の方を曲げる、腰の方を曲げる、はい、その両方やっておけば間違いない。次は例えば週2回やるとして、はい、週1回は頭の方から、うん、もう1回は腰の方からという感じでやるのでもいいですね、はい、で腹筋の機能というのは背骨を曲げる、はい、丸めることですので丸めないで意味がない、うん、背骨がまっすぐのまま、まあ、腹筋のことはですね別名上体起こしっていう、最近でも言われてるのかどうかわからないんですけど、はい、上体起こしというとこのようにまっすぐのまま起こすこともできちゃうんですね、はい、それだとあんまり腹筋に来ない、うん、先ほどのプランクと同じアイソメトリクスになってしまうということになりますので、どちらの場合も頭からの場合も腰からの場合も背中を丸めていくということが大事です、はい、であと丸めるというだけではなくて反らすことも大事なんですね。伸ばすことですね。腹筋の可動域って丸める方よりも反らす方が実は可動域大きいんです、うん、ですのでボールクランチ、ボールソファーを使ってちゃんと反らせた状態から行った方が可動域が広くなる、はい、ですのでもし家にボールがある方はボールの上に仰向けになって行うボールクランチ、はい、まあ、ボールがなければですねバスタオルとかをちょっと厚手のものを丸めて背中に置いて体を反らせてから行うというのでもいいんですけれども、うん、そうやって可動域を広げること、はい、腹筋を反らせた状態から丸めるということが腹筋を割るための優秀なエクササイズになる条件です、はい、今回は腹筋を割るために必要なこと、まあ、これでは腹筋は割れませんよというようなこと、それについて紹介解説していきました。面白かった、興味を持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。